東方チャンピオン祭り怪獣大噴泉、大五郎対ゴリアス、怪獣大噴泉、大五郎対ゴリアスは、1972年12月17日に、東方チャンピオン祭りの一作として公開された、東方、つぶらやプロダクション制作の特撮映画作品。企画時のタイトルは、怪獣大噴泉。キャッチコピーは、みなしご怪獣大五郎。お腹が空いたら、 怪獣だって食べちゃうぞ。つぶらやプロダクション10周年記念作品。つぶらやプロの記念作品の第一弾。つぶらやプロダクションとしては、初の完全新作オリジナル怪獣劇場映画でも、ある。監督の飯島敏弘によるファンタジックな世界観が、特徴の心を優しい怪獣映画となっており、怪獣との共存や環境をテーマにし、風刺のニュアンスのためリアルな社会の描写も重視。 ストーリーは現代童話が意図されている。当時、飯島は特撮作品を離れ木下啓介プロダクションで一般のテレビドラマなどを手掛けており、同社社長の木下啓介は飯島が本作品を監督すると知り、怪獣映画なんか撮るんだと述べたという。飯島は本作品についてゴジラに分かったと自負していたが、同時上映であったパンダコパンダには驚愕したという。 東方、つぶらやプロダクションによる東方チャンピオン祭り用映画としては、1970年にゴジラレッドムーン、エラブスハーフン怪獣番外地が企画され、金城哲夫と三田和歩によるプロットが執筆されたが実現には至らなかった。東京湾に姿を現した怪獣が自衛隊によって退治され、その怪獣の子供が後に残された。 この子供怪獣は大五郎と名付けられ、国の管理下で飼育されることになった。しかし、大五郎は驚くべき退職官であり、国税では餌代をまかないきれなくなったため、成長よく製材、アンチグロウを投与されそうになる。それを知った子供たちと、発明おじさんや熊五郎らきのいい大人たちは立ち上がり、大五郎の餌にもっと予算をつけてくれと要求するが、 役人の鈴木は追加予算を認めようとしない。また、発明おじさんは、大五郎に腹いっぱい食わせてやろうと、賞金狙いで様々な発明品を作り出すが、なかなかうまくいかない。ところが、瞬間、雨降りミサイルを披露した際には、雪が降り始めて、成功とみなされ、見事に賞金を獲得できたため、おじさんは、百然としない。失敗したはずなのに、 なぜ雪が降ったんだそれは宇宙から隕石に乗って現れ、周囲の熱エネルギーを吸収する凶暴な怪獣ゴリアスの仕業だった。大五郎はゴリアスに勇敢に立ち向かうも会えなくダウンし、勢いに乗ったゴリアスはコンビナートに出現して大暴れする。通常兵器ではゴリアスを倒せず、ついには核兵器の使用も検討され始めてしまう。このままでは、 海も死んでしまうと子供たちは危惧する。息を吹き返した大五郎は母親同様に火炎を吐けるのではないかと気づいたおじさんたちと共に特訓を開始するが、そこにゴリアスが出現する。日本に上陸して暴れた怪獣の子供。瓦礫の中から発見され、孤島に隔離される形で飼育されていた。人懐濃く、聞き分けが良い。そのため、食欲による、 予算型を理由に成長を薬品で止められる際には、それを理解したかのように従う。反面、野生を失ったわけではなく、遥か彼方に飛来したゴリアスに対し、ライオンのように怒りおろにした。ただし特訓したものの格闘能力は低く、母譲りの高熱火炎でゴリアスを尻けた。頭には小さな角があり口に、猫のような髭が生えている。6年前に、 原子力潜水艦の爆発が原因で蘇った怪獣で一体の角と縦紙を有する。東京湾に上陸した後に市街地を蹂躙し火を吐いて暴れるが大型ミサイルによって絶命。後には彼女の子供が残されていた。宇宙から隕石に乗って地球に侵入した異星の生命体。熱エネルギーを吸収するため周囲の海域は氷結。 低温化する。武器は、機体の角から発する電光と巨大な拳。日本に上陸し、石油コンビナートを破壊、ゴリアス迎撃のため核兵器の使用までもが、検討された。特訓した大五郎と対戦、発明おじさんたちによって、電光を封じるための巨大な絶縁符を角に付けられるもそれを剥がし、終始優勢に戦いを進めるが、 大五郎の高熱火炎に角を破壊され敗北。最後はロケットで宇宙へ返された。ありがとうございます。